そいつが俺んち遊びに来るためになんか毛が絡まるっつって、毛結構30巻ぐらいある漫画をふと十何巻を読もうと思って読んだら、うわ怖っ、閉館間際まで勉強してて、最後トイレ行こうっつってトイレ行ったんですよね。自分の台の扉の隙間にガッて革靴入ってきて、でさらにこれ使えるかどうかわかんない。これがもっと怖いのは、めちゃくちゃ強いの持ってる。吉村さん、怖い話持ってないですか？怖い話って何の？島田さんのチャンネル出た時に島田さんがやっぱ怪談のイメージない人に怪談喋ってもらいなさいっつってで、怖い話じゃないけど不思議な体験とかありますみたいな人にもうバッて取って出したらっつって「あります？」まああるっちゃあるけどな。行きましょう。というわけで、本日のゲストは平成ノブシコブシの吉村さんですけども。不思議な体験とかもういろんな人から今かき集めてここの動画で発表してるんですけども、吉村さんも一回、人志松本のゾッとする話出られてましたよね。出てたっけ、ゾッとする話、はい、怖い話結構喋ったと思うんですけども、このチャンネルはですね、例えば怪談に特化した芸人さんも出てもらってますし、うん、これなんやねんその話、変なこと起きてるなとかっていう話をしてもらってるんですけど。うん、吉村さんってそういうこれ何やったんやろみたいな売れてる人とかってめっちゃ多いんですよね。いやでも俺が聞いた話でガチでやばいなっていうのはあるよ。ちょっと聞かせていただいていいですか？でもそいつは嘘つくタイプじゃないの。もともと同期の芸人で、はい、ケン一番星ってやつがいたの。お名前は存じ上げてますよ、ケン一番星で。そいつはそんな熱をするわけもないし、はい、で俺と徳井とケン一番星仲良かったから当時、3人でよく遊んでたわけよ、はい、住んでて。でもそいつの家は紫色のアパートだったの。気持ち悪い。だから特徴的だったの。変わってますね。変わってるけどなんか特徴的な家でアパートで安いから住んでますよって言ってたら、あいつそいつが俺んち遊びに来るためになんか毛が絡まるっつって毛プレステでね遊んでたら、ここが金髪の髪の毛がぐるぐる巻きなんだって。なんだこれって、モテるやつじゃないです。彼女もいなかったから。捨てたとしてもまた何日かしたら部屋にあるし、ゲームしてたらまた絡まる。気持ち悪い。気持ち悪いでしょ。なんだよその前、変なとこ住んでんなみたいな話をしてて、その俺んちと健一の間にTSUTAYAがあったわけよ。間当時古本も売ってたしレンタルもしてたTSUTAYAがあって、あいつは俺んちからこう帰る時によく寄って、お金はないけどちょっと立ち読みをして帰ってたんだって。ゲームを借りたりとか DVD を借りたりとかしてたんだけど、その時に何の漫画か分かんないけど結構30巻ぐらいある漫画をふと十何巻を読もうと思って読んだらパラって写真落ちてきたのよ。ね、こう読んだ時にパラッと落ちてきて。そしたらその写真におじさんと金髪の女性が肩組んで写ってるんだけど、その後ろがその紫色のマンス。怖っ、なんだって。なんかあったよ。いやなんかあったよ。だって全然興味ない漫画の17巻ぐらい。そうそう、撮ったよ。パーッと落ちてきたんだって。でそんな話作れる器量の人間じゃないのよ。トークがうまいわけでもなく。怖っっていうのは俺は一番うちょっとした話かな。めちゃくちゃ強いの持ってる。めちゃくちゃ強い。そのマンションはいまだにあるんですか？あるんじゃないかな。うわ、じゃあちょっと場所は P 入れた方がいいね。大都市の事務所の裏ぐらい。いやいやだから特定されると特定されなんかあったとかだから分からないってことですもんね。分からないけどでもそんな話作るやつじゃねえよな。それを聞いた時はだから疑うことはなかったってことですよね。なかった。そんなやつじゃないから。怪談話をめちゃくちゃするとか自分のトークを毎回するやつじゃないから。急に「いやちょっと聞いてもらっていい？」ぐらいの感じ。怖っ、俺さっていうトーンの人だったから。それは徳井さんも聞いてたの？徳井も聞いてるよ。それ何年前ぐらいですか？でも15、6年前ぐらいじゃないかな。じゃあもっと前だわ。絶対作り話じゃないです。うん、17年とか。っていうのも、78年前に流行った怪談があるんですよ。っていうのも、それも実体験で、ゆったり感の中村さんが喋ってて怖って思ったんですけど、あの人埼玉なんですけど、埼玉の図書館で大学受験するためめっちゃ勉強してたんですよ。めっちゃ勉強してて、図書館の閉館間際まで勉強してて、最後トイレ行こうっつってトイレ行ったんですよね。で台してて、だからガンって扉が開いて、いや俺しかおらんかったのにな、こんな田舎の図書館で係員かなと思ったら、自分の台の扉の隙間にガンって革靴入ってきて、うわーってなるじゃないですか。でうわーってなって上見たら、下革靴、上子供なんですよ。で子供がこうやって覗いてて「何やねん!」ってなって、ガチャって開けたら誰もおらんくて、流さずとりあえずバーって吹かずにバーって戻ったんですって。で戻って歴史の、言ったら歴史世界史 A みたいなのをやってたんですって。でその資料集の端っこで写真があるんですって。で何これと思って開けることなくこうやりながら見たら、白黒写真なんですけど、お父さんがさっき見上げてた子供を肩車してる写真だったんです。うわ怖っっていう話を聞いて、うわ怖っ、何そのパターン聞いたことないよ、もっとさっきからやったってことでしょ。やってた。だからそれ発祥やと思う。それもう源流っすわ。今怪談界で流行ってる怖い話の源流の源流っすわ。でさらにこれ使えるかどうかわかんない。これがもっと怖いのは、俺はその話を健一から聞いて、ってなってみんなに話すわけじゃん、得意とかもしっかり。それが数年後、とある番組でもうピー入れてね、自分の話で話してるね。めちゃくちゃ怖いからこれ。俺がっていう。それ見た時、俺が。俺がだよ。これ言うなよお前。本当に、一番怖いねこれ。いや僕もお世話になってる先輩なので、ケンちゃんがって言ったの。だからケンちゃんは自信ないからバカだから。あ、俺じゃなかったっけ、俺があれ撮ったのかなみたいな。あれ、いや待って、その数年前も話してるし、なんだったらそれ話してるからみんなの前で。テレビで俺がですか？俺がだって仕上がってるなあの人。すいません吉村さん、ありがとうございました。トークも怪談も。いやいやもう怪談は分からんよ。またいいのか。めちゃくちゃ怖かったですよ。いやもっとなんか他の話あったらね探してくる。いや今怪談チャンネルで吉村さんがしゃべるってだけでめちゃくちゃありがたいです。怪談チャンネルなの？そのなんかね、そのいやなんかねじゃなくてさ、いやなんかね、いや30、40分話してたじゃん。いやなんかあれないってことやな。いや明らかに変わったじゃん。いやそんな前振り長いやつないですよ。トークチャンネルでほんま仕切ってから怪談チャンネル撮るんですけど、やっぱ吉村さん忙しいからやっぱチェンジしてくれたんですよ、このスタッフさんが。いやなんかそのね、一緒に働いてる人が俺の話してる 2,30 分ぐらいがなんかこうやり始めたんですよ。いや薪入ってるわけじゃないですよ。早く階段行けよみたいなことになるかなと思って結果論からしたら。いやそんなことないです。もうちゃんと若手のちゃんとしたテレビマンですからが、やっぱ吉村さんをしっかり迎えてる。細くなった前田誠司じゃないんですよ。え違うの？細くなった前田誠司じゃないの？最高でした。ほんまに腹から言ってもらってるんだなと思いました。焦ってるんやなって、そこもう僕は分かってなかったです。あ、言われてみたら焦ってるわって、いや俺もちょっと今焦ったからね。だって俺の話してからこのやっぱ負けず嫌いが出るじゃん、トークの。なんですかその怪談話をした後に「いや」って自分のも入ってきたじゃん。やべえ俺次ね怪談話どうしようどうしようと思って。これはもう裏があって8分以上の動画にせなあかんけど、大体4分半やったんですよ。俺がつないで8分にしたってことです。あ、そういうことね。3分の階段探したんですよ、こうやって。いやその技術はないわ、その8分の階段。いやでも全然めちゃくちゃ怖かった。本当大丈夫？自信ないわ。薬やってんですか？めちゃくちゃ。いややってんだよ。やってんのかい。やってんのかい。一通り。一通り全部やってる。えぐいのから。いや本当吉村さん。お腹痛い中便も我慢して、いや本当に出なくなっちゃった、分かんない、肩なって思った、はい、いや本当にまた合間を縫ってこちらから行くのにちょっとまた出てください。